様々な単位で、長さが記された定規長さの単位として、様々なものを掲げる。国際単位系における、長さの単位はメートルである。SI 単位である長さの基本単位はメートルのみである。SI 接頭時を付したセンチメートルや、キロメートルなども用いられる。国際単位系国際文書が、SI 単位と併用できる非 SI 単位として、認めている長さの非 SI 単位は、 この天文単位のみである。ただし、日本の計量法は、天文単位を法定計量単位とは位置づけていない。計量法が認めている。法定計量単位としての長さの単位は次のように、なっている。計量法は、当分の間、航空機の運航や SI 単位が併記されている。輸入品については、例外的に以下のヤードポンド法の使用を認めている。以下は、 国際ヤードに基づいた長さである。ロッド、ハロンは用いることができない。以下の単位はすべて国際単位系でも計量法でもいかなる条件下でも認められていない。アメリカにおける測量では以下の単位が現在でも用いられている。競馬ではハロン約201メートル。日本では200メートルという長さの単位が用いられている。 写真などでは、被写体の長さをわかりやすく示すのに、その傍らに、紙巻きタバコ、タバコの箱、硬貨、マッチ棒、物差しなどを置くことがある。アメリカの会社がジョークとしてミッキーという単位を発表している。出版をするときに、文字の大きさなどを測る単位として、ポイントという単位がある。冗談で用いられる単位で、アトパーセクというのがある。 ありがとうございます。